実は社長のですね、紀藤さんがもう10年来ぐらいですかね、長い付き合いでございまして、前職が BCD という組なんですけれども、その新卒の同期ということで、一番最初出会ったのはですね、内定した後、内定前かジョブインターンにですね出会っていて、その当時彼が何やってたかというと、他でですね、不動産投資ファンドのインターンをやったりとかしていました。でそのと BCD の後実は投資銀行に行かれまして、そこでもずっと不動産畑をやってきたということになります。でもっと言うと、実家も不動産やというところで、不動産のために生まれてきたような人物でございまして、そんな彼が今やっているクラウドリアリティ、これどういったサービスか申し上げますと、一言で言いますとですね、不動産の、投資型クラウドファンディングのプラットフォームを運営しているというところでございます。で、ちょっとややこしいんですけれども、例えばプラットフォームの中にですね、もちろん比較的、高い利回りの商品を扱うことももちろんそうなんですけれども、例えばですね、カフェであったり、旅館であったり、ゲストハウスであったり、それからこれまでニートでは取り扱えなかったような、個別の物件というものにですね、少額から投資ができるようになると、そういったプラットフォームを、やっているというところでございます。で、これ実は地方創生であったり、空き家対策にももちろんなるというふうに考えておりまして、例えば留年の時にいろいろ行かせていただいたんですけれども、地方のですね、いいアセットを持った商店街、でもシャッター商店街、結構いっぱいあるんですね。で、そういったところって、例えば若者が入ってきて、自分たちがカフェやりたいですということも結構あります。で、ただ、そのシャッター商店街なので、改装してカフェを作らないといけないとなってくると、銀行からお金を借りますね。で、そうすると結局、個人保証がかかります。で、同じようにうまくいったら、2点目、3点目、4点目で出したいんだけど、それ何が起こるかというと、個人保証の限界があるので、例えばもうこれ以上大きくできません。そういったところ、そういった時にですね、その地方の応援してくださるような方々から、少額で出資を募ってですね、新しいお店をオープンするとか、そういったこともできているというふうに考えております。で、いろいろちょっと語ったんですが、もう少し語らせていただきますとですね、結局ですね、こういったベンチャーのサービス、一番よく理解する方法、皆さんご存知ですか？簡単です。使うっていうことですね。で、皆さん運がいいです。今、まさにですね、ベータ版を先日ローンチしたところで、ございまして、年明けぐらいからは一般公開ができるというのを思っています。で、いろいろ面白い案件も仕込んでおりますので、ぜひですね、皆さん家に帰ったら、今はまだ投資できないんですが、投資家登録は、できます。なんなら皆さん今、スマホ持たれていると思いますので、ここでもできるというところでですね、皆さんぜひですね、一度使っていただいて、クラウドリアリティのサービスを体験していただければなと思います。それで長くなりましたが、クラウドリアリティの紀藤さんです。はじめましてクラウドリアリティの人です。辰岡さんに半分以上話されちゃったかなという感じもあるんですけども、不動産を対象にしたいですね、エクイティクラウドファンディングを今サービスとして提供し始めたところです。で、我々がですね、取り組んでいる課題ですけども、まず日本の金融資産ですね、個人なかなか預貯金の活用が進まないと。で、一方ですね、その間20年以上ですね、もう低金利の状態が続いておりますと。で、かたやその不動産の利用を見てみると、有機不動産人口が減っているのでですね、どんどん増えてきていると。で、そういったものを使おうとしてもですね、なかなか資金調達ができなくて、これ止まっちゃってる人って非常に多いというところで、お金が余ってる一方でお金が足りてない人がいると。何言ってるかというと、金融があるべき姿果たしてないといいますか、この機能不全をしているというところになるのかなと思います。で、続いて海外の方にですね、目を向けてみると、バーゼル3ですね、銀行がお金を貸しにくくなって、こういうところと、アメリカのですね、SECU の域外適用ですとか、欧州 AIF 規制というところで、エクイティファイナンスのクロスボーダーで行うというところも、ハードルがどんどん上がってきているというところになります。こういったですね、社会課題を解決するために、クラウドリアリティはですね、個人の投資需要とですね、不動産に関する資金需要というところを、オンラインでクラウドファンディングのスキームを使ってマッチングをしていくと。なので、本当にもうお金があるところから、ないところにっていう、その金融の基本のキーを丁寧にやっていこうというふうに考えています。で、これ別の言い方をするとですね、コーボリートですね、リートにすごい近いですね、こういったものをですね、ピアトゥピアでやるようなマーケットプレスを作ろうとしております。で、マーケットですけども、先ほどの個人の預貯金だいたい920兆円ありますと。で、不動産に関しては日本全体で2400兆円あると。で、これまでですね、リートを通してですね、証券化されたものってだいたい15兆円あるんですけども、これ全体と比べるとまだ 1.6% 0.6%、本当にごく一部です。で、海外に関しては少しずつこのエクイティクラウドファンディングですね、不動産を対象にしたのが増えてきてまして、
2015年の単年の調達でですね、海外だと大体600億円ぐらいですね。で、3年間の年平均成長率で240倍ぐらいですね、成長している市場のに対して、日本はというと、まだ全然始まっていませんと。というところで、我々はここにちゃんと市場を作っていきたいというふうに考えております。で、我々のビジネスモデルですけども、まあ、リートをイメージしてもらうと分かりやすいんですけども、まあ、資産運用ですね、資産運用会社があって、お金が必要なときは投資銀行が資金調達をすると。で、発行した証券をセカンダリーで流通させると。いったところですね、一気通貫でやっていこうとしているのが我々のビジネスモデルです。で、まあ、これですね、それぞれのポイントで運用報酬ですとか、募集手数料、取引手数料というところでも対応していくイメージで考えております。で、このビジネスを通して、ピアトゥピアですね、キャピタルマーケットを作っていこうとしております。で、キャピタルマーケット、まあ、これまでですね、プロダクトとして、その負債性から資本性のさまざまな需要に対して、まあ、数多くの商品が作ってこられましたと。ストレートボンドから IPT の制度のものがですね。で、これを、まあ、クラウドファンディングを使って新しい顧客で再定義して作ろうというところが我々のプロダクトになります。で、一番左下ですね、ストレートボンドの商品っていうのをまず最初ベータ版で今公開しておりまして、これが、まあ、エストニアでですね、まあ、不動産のローン、不動産担保ローンを入れて証券化したものを日本投資家向けに発行しております。で、同じようにですね、資金が必要なもの人に対しても、オーバードルチを提供していると。で、今後のビジョンですけれども、まずは日本と欧州の間をつないでですね、ここのネットワークの共同を作りましたと。で、今後はですね、まあ、年明けですね、を目指して、国内の案件をローンチしてですね、ピアトゥピアのネットワークを作っていきつつ、その次のステップとして、まあ、日朝のクロスボーダーのピアトゥピアでできるようにしていきたいなと考えています。で、さらに先のステップとしては、欧州以外にですね、アメリカ、APAC ですとか、さまざまな国、地域を結ぶようにして、で、プロダクト の, 幅を広げていきたいなというふうに思っております。で、さらにセカンダリーマーケットを作った後に、さらに、まあ、ロゴアドバイザーとか周辺のフィンテック系 の, インダストリーを巻き込んで、エコシステムをどんどん大きくしていきたいなというふうに考えております。で、私、最後になりましたけど、簡単に先ほどもご紹介いただきましたけど、もともと建築をずっとやってきたわけなんですけど、まあ、その後、ミリーで、キャピタルマーケットのファイナンスの案件に関わることをしている、まあ、これまで4年半でですね、大体8300億円超のエクイティファイナンスしてきたわけですけども、まあ、この時の経験を使ってですね、新しいグローバルなキャピタルを作っていければなと考えています。はい、ご清聴ありがとうございました。プレゼンテーションありがとうございました。本当にこれが実現したら素晴らしい画期的なことだなと思うんですけども、その中で資金調達をしたいプロジェクトのですね、その信頼性といいますか、出ようとしないような確実なプロジェクトかどうかっていう見極めはどのようにされるんですか？そうですね、やっぱ資金調達基本は2つだと思っていて、最初のデューリーとあと開示ディスクロージャーですね。で、例えばこの今提供しているエストニアの案件ですけど、まずエストニアにそのスキームができるのかというのは現地の弁護士とちゃんと確認してスキームを確認しているのと、対象となるその不動産に関してもしっかり運営を行っている、不動産だけじゃなくて債権者になる方も運営を行っているということですね。で、あとはもう必要なリスクは洗い出して投資家にそれをちゃんと提供して、まあ、透明性高いプロダクトを作っています。そういう物件をどうやって今後たくさん集めていく？そうですね、今は結構自分で足で稼いでいるところはあるんですけども、やっぱりマーケットをプラットフォームとして大きくなってくるとどんどん入ってくるものもあると思いますので、そこは投資家と発行体のバランスをちゃんと取りながら、ネットワーク効果を使いながら広げていければなというふうに思います。はい、応援します。ありがとうございます。はい、その他ご質問ございますでしょうか？いや、昨日金融機能不全のゴンベであります三井住友銀行の入谷さんに委員長の所見として質問を今、これ一つのですね、不動産、関係に関しますと、はい、まさに、案件の発掘から、最後のその管理、それからそれのやっぱり入居も含めて、はい、まあ、全てこう、何ですかね、一通のこう大変な大きなやっぱり動線があると思うんですけども、はい、
あの入り口のお金のところと物件だけではですね、はい、途中で残念ですけど信用がやっぱり落ちてしまうことがあると思うんですけど、はい、そのやっぱり動線の長さの信用保管を今後どうやって作り上げていこうというふうにお考えでしょうか。そうですね、あのやっぱりおっしゃる通りでこれ、まあ、金融、おそらく銀行さんもそうだと思うんですけど、単体では何もできなくてですね、エコシステムをちゃんと作るところが最大のポイントかなと思ってまして、で、あのまあ、昨日見てたゴンゲとかしてると思ったんですけど、やっぱ役割が違うので、ミッキーとデッドでは。なので、そのエクイティの世界でもですね、まあ、我々はまずその最初にマーケットを作るっていうこの宣伝はつけていきたいなというふうに思っているんですけども、やっぱり有料な発行体を置いて、有料な投資家を置いてっていうところで、どんどん市場の参加者をこういい人を入れて、システムとして作っていきたいというふうに考えております。どうもありがとうございます。ありがとうございました。以上で質問を終了とさせていただきます。紀藤さん、ありがとうございました。それでは以上で全てのピッチが終了いたしました。改めましてピッチをしてくださった9社をご紹介させていただきます。ピッチ企業はどうぞ順にご登壇ください。それではお呼びいたします。コグニティ川野様、トリリウムレイ